はい、皆様こんにちは。おっさけーの塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、特別版になります。ロンドンドライジン、いわゆるスピッツのジンですね。そちらのですね、この4銘柄、メジャーな4銘柄を頂戴していきましょうというね、そういう、会になりますので、今回もどうぞよろしくお願いします。ジンはスピリッツ、いわゆるボタニカルですね、草根木皮が含まれる、そういう成分が含まれるね、お酒なんですけど、やはりいずれもですね、メインはネズの実、ジュニパーベリーですね。ジュニパーベリーが含まれていないとですね、そもそもジンっていう風にはね、名乗ることができないっていうことなんですね。そしてそのそのジンの一つのタイプ、ロンドンドライジン、ロンドンがで作らないといけないというようなね、そういう地名のね、基準ではなくてですね、例えば蒸留後最終的には水しか加水してはいけないとかね、あとは人工な香料とか着色剤はね、入れてはいけないとか、そういう基準を満たすのがですね、ロンドンドライジンって言うんですけど、一つのタイプですね。その中の、有名な銘柄4つをね、ピックアップしてね、飲んでいきます。こちらがですね、ボンベイですね。ボンベイ、アルコール度数40度。ボンベイサファイアっていうね、銘柄の方が圧倒的に有名かもしれませんけど、スタンダードなボンベイ。そして、ゴードンですね。ゴードンのアルコール度数、今回は43度バージョンですね。もう一つは確か37から38やったと思うんですけど、今回はゴードンの43。そしてビーフィーター。これもですね、アルコール度数、これ47度です。47。40度バージョンもあるんですけど、今回は47度にしております。そして、最後はタンカレーですね。タンカレー。これはアルコール度数47度になっておりますので、アルコール度数から言うと40、43、47、47っていうことでですね、設定をさせていただいております。ではね、早速ボンベイの方からいただいていきましょう。ボンベイといえばですね、やはり特徴はベイパーインフュージョンですね。ベイパーインフュージョン、それは何かというと、ベイパーっていうのは蒸気、インフュージョンっていうのはですね、注入するとか注ぎ込むっていう意味なんですけど、いわゆる蒸留方法がね、特殊なんですね。バスケット、銅製のバスケットにですね、草根木皮、ボタニカルを入れてですね、そこに蒸気を通す、蒸気を通して、成分を抽出するというようなね、やり方、いわゆる蒸留時にね、そういう特殊なやり方をする、それがベーパーインフュージョンっていうんですね。他のジンの場合は、スピリッツに、草根木皮、ボタニカルをつけてですね、そしてそこから一気に、蒸留して流液を得るというパターンなんですけど、このボンベイに関しては、蒸留器の上にですね、カゴ、バスケットを用意して、そこにボタニカルを入れて、蒸気を通してあげるというね、そういうやり方ですね。ボンベイ、1761年ですね、に処方を確立をしてからですね、ずっと続いているというね、本当に古い老舗のロンドンドライジンっていうのはね、このボンベイの特徴になりますね。草根木皮は8種類ぐらい使ってますね。ボンベイサファイアは確か、10種類だったと思うんですけど、まあそのようなね、まずものが一つ、ボンベイですね。そしてこちらはゴードンですね。ちょっと見えづらいかもしれませんけど、ここにザ・ボア、獅子ですね。イノシシのマークがね、あると思うんですけど、これはですね、ゴードン一族の、シンボル、紋章みたいなもんでして、ゴードンのね、一族の一人がですね、狩り、狩猟中にですね、スコットランドの王様をね、なんか助けて差し上げたみたいな、そういうところから、このゴードンっていうのね、このザ・ボア、イノシシのマークがあるんですね。ゴードンはアレクサンダー・ゴードン27歳の時ですね、作られたんですけど、確か1769年ですので、こちらのボンベイの8年後ぐらいに登場っていう感じですね。で、ゴードンっていうのはですね、各種ワラントですね、いわゆる王の御用達とかをね、もらったりとかですね、非常にね、人気が出て、あとはそのゴードントニック、ジントニックをね、初めて確立したのもこのゴードンだったんじゃないだろうかっていうね、そういうお話もありますね。確かゴードンはあれでしたね、東京のパレスホテル、東京いわゆる大手町、皇居の近くにあるパレスホテルのですね、昔、名バーテンダーであったですね、今井さんですね、今井さんの奥義のカクテル、マティーニ、めちゃくちゃ美味しかったらしいんですけど、そこで使用されていた、ベースのジンは、
このロンドンの雷神のゴードンだったっていうふうに言われてますよね。37度か43度かどっちが、使用されたかっていうのはそこまではちょっとわからないんですけど、非常にね美味しいカクテル、確か東京オリンピックの時ですね、西洋のですねご夫婦が来日されて観戦をしようとしてたんですけど、この今井さんの圧倒的なマティーニの美味しさにですね、もうずっと観戦はそっちのけでずっとマティーニを飲み続けたというね、伝説の話もあるぐらいというね、そのベースとなってるのがこのゴードンですね。そして、ビーフィーターですね。ビーフィーター、ビーフイーター、ビーフイーター、それがですね、つながってビーフィーターになってます。ビーフイーター、いわゆる牛肉を食べる人っていうことですね。それはどういうことかというと、こちらに、記載されておりますこの赤い兵隊さんですね、ヨーマンウォーダーズ、イギリスの、ヨーマンウォーダーズ、いわゆる、ロンドン島を守る警護者、守護者ですね。王冠などの宝物がたくさんあるロンドン島を守る、防衛者といいますか、守護者、それがヨーマンウォーダーズ、まさしくその人たちが、ビーフィーター、ビーフィーターっていうふうに言われるんですね。確か、王様のね、催したあの開催されたパーティーが終わった後にご馳走の牛肉が余った場合ですね、この、ヨーマンウォーダーズたちはですね、持ち帰る、テイクアウトすることができたっていうことからね、牛肉を食べる人、ビーフイーターっていうふうにね言われるようになったんですね。でこちらは確かですね、ジェームズ・バローですね。ジェームズ・バローという人が、作ったんですけど、1820年、若き薬剤師っていうことで、このビーフィーターの特徴の一つとしては、ストラスですね。確かオレンジピールを初めてジンに使用したのではないかっていうふうにね、言われているのがこのビーフィーターっていうことなんですね。で最終的には、19世紀中旬ぐらいにロンドンで移って製造してから、今もね、ロンドンで、蒸留所があると。ロンドンドライジンという中で唯一ね、この大手の中ではですね、ロンドンに、ね、拠点工場がある、蒸留所があるっていうのはこのビーフィーターということなんですね。そして最後、タンカレーですね。タンカレーの方を失礼いたします。タンカレーはあれですね、1830年ですね。1830年にチャールズ・タンカレーですね。チャールズ・タンカレーによってですね、作られた銘柄でして、確か、牧師の家に育ってですね、科学に大変興味があったっていうことでね、有名な人、それがチャールズ・タンカレーさんなんですね。非常にこだわったっていうことでね、作ったみたいで、今もね、そのボタニカルは何を使用しているかっていうのは不明、知られてないと言われてるんですけど、だいたい4つがね、今明確になってきてるっていうふうに言われますよね。特にね、当然ながらジュニパーベリーには非常にこだわりを持ってましてですね、私の聞いたところ、古い本で見た限りはですね、ジュニパーベリーを作られている農家、まあ、農家さんたちもたくさんいると思うんですけど、その一部の農家さんは、ジュニパーベリーを取りに来てくださいと、収穫できる時期ですよっていう時にはまず一番目にはタンカレーを読んだタンカレーに、まず収穫してもらうと、そういうね順番的に非常に信頼が厚いっていうようなね、ブランドでもあるっていうことで知られてますよね。でね、日照時間とか土壌とかね、そういう環境によってジュニパーベリーをね、セレクト、ハンドセレクト、非常に厳選してですね、全部が全部取らないみたいですね。本当に必要な分、確かね、総量、全体の量の10分の1ぐらいしかね、収穫しない時とかあるとかいうね、ことで、非常にジュニパーベリーにこだわってるっていうのが、このタンカレーというブランドですね。まあ当然だから他のこの3つもね、こだわってるのは当然なんですけど、より、かたくなにね、非常に信念が強いっていうことも知られておりますね。はい、ということで4つ出揃いましたので1個ずついただいていきましょう。まずボンベイ40度からです。失礼いたします。どのような印象でしょうかね。うん、やはりですね、ジュニパーベリーの香りが第一優先でして、ユーカリ、メントール、杉の木、松、松ヤニみたいなね、あとティーツリーのような香りですね。そしてですね、なんて言うんでしょう、シトラスのレモンピール系のそういう香りと、あとはですね、なんて言うんだろう、スパイシーな感じ、ドライでスパイシーな感じですね。そのようなものがうまく複雑に、混ざってるんですけど、どっちかというとシンプルですね。シンプルな感じがして、スマートな印象があるというのがね、このボンベイ40度っていうふうに思います。飲んでいきます。甘く入ってきますね。
甘い厚みがあってですね、ボリュームがあるんですけど、でですね、形状的に徐々にですね、非常にドライ、シャープでキレがあってですね、非常にキリリとくるような辛口ですね。洗練されて、リファインされたですね、心地よい快適な苦味が喉を通って、コクが強くてですね、いやー、アルコールの余韻が非常に続きますよね。お腹がポッカポッカぬくもっていくという、そういう銘柄。なんていうのかな、やはりシンプル系っていうか、スマートな豊かさっていうのかな。そういうね、印象を持つ銘柄っていう風なね、感じですよね。いいですね。では、続いて、ゴードン43度ですね。そちらの方を、ストレートを失礼いたします。こっちの方がね、クール感、清涼感っていうんですかね、非常にジュニパーベリーの香りがメインなんですけど、クール感、清涼感、スギの木、メントール、ユーカリ、松ヤニ系統、あとはね、ミントとかね、スペアミント、ティーツリー、そのようにね、こっちのね、ボンベイと比べてスーッというようなね、感じがありますね。そして土とかを彷彿させる根とか土、そしてスパイスな感じはね、なんていうのかな、カレー粉末まではいきませんけど、そういうような印象がありますね。さあ、飲んでいきまーす。ゴードンです。すごいですね。甘くてですね、穏やかですわ。甘みのボリューム、豊かな甘みがあるんですけど、それがドーンと続いてですね、そしてですね、徐々にですね、形状的にですね、豊かな苦味に変わっていくと。ただね、苦味もね、アルコール感の、その、なんて言うんだろう、はつらつさっていうんでしょうかね。そういうね、バチバチくるんじゃなくてね、マイルドにね、入ってくるような感じですね。スムースですわ。シルクのような、ベルベットのような、羽毛布団のようなですね、そういうスムースに流れてきて飲むことができる。そしてですね、存在感、重厚感、そのね、なんだろう、頼りがいがあるような、後口を残すっていうのは、このゴードンですね。いや、これも納得できますね。いいと思います。そして、ビーフィーターですね。47度バージョンを頂戴していきまーす。こっちはやっぱりあれですね、柑橘系統の匂いがやっぱりね、ヒュッて豊かな、なんだろう、アドバンテージを得てるような感じですね。メントール系統、いわゆるジュニパーベリーの雰囲気があるんですけど、オレンジピール、確かレモンピールも入ってたと思うんですけど、柑橘系統がスッと揮発してくる、華やかな印象がある、それがですね、第一印象ですね。で、その奥にですね、スパイシーな感じ、土壌、土を感じるような、根っこを感じるような、そんな印象の、香りです。ビーフィーター47度、ストレートを口に含んでいきましょう。これも甘みのボリュームありますね。甘みが熱い感じ、熱さを感じる、ボリューミーな感じでして、そしてですね、甘い感覚は残しつつですね、こちらも他の2つのジンと同じくですね、懐かしくてですね、練れた苦味が続いていくような感じですね。やっぱりアルコール度数47度っていうこともあってですね、アルコールの豊かさもね、体にくるっていう感じですね。しかしそれは決していやらしくなくですね、その快適なアルコール感、徐々に楽しく酔えるっていうね、そんな印象のですね、飲み口ですね。いや、こうやって比べても面白いですね。一口でロンドンドライジンって言っても、やっぱりそれぞれ特徴があるよね、っていうふうに思いますよね。では、タンカレーの方はいかがでしょうかね。失礼いたします。タンカレーもね、シンプルでスマートで、ジュニパーベリーです。ジュニパーベリーのですね、香り。松ヤニ。これはですね、杉の木ですね。あと、葉っぱとか、針葉樹林系統。それがもう少し重くなったような感じのね、ジュニパーベリー。それをね、感じることできますね。こっちに出ますね。ボンベイの40度の方のね、印象に似てるような、感じしますね。なるほどね。
これもねボリュームありますわ。甘みの厚みがある、厚みがある甘みのボリュームがあってですね、そしてですね来ましたね、アルコール度数47度っていうこともあるんですけど、非常にドライ、キリリとシャープでキレがある、うん、豊かなドライさですね。あーなるほどね。しかしですね、アルコールの強さがね、このジェームズバロー、いわゆる ビーフィーターとね同じような感じで、そんなにあれなんですよ、バチバチ来てアルコールがチクチクして厳しいよっていうことではなくてですね、じんわりゆっくり寄っていくような、体に馴染んでいくようなですね、そういう快適な心地よいアルコール感をね、感じますよね。うん、なかなかいいですね。どれも面白いですね。では加水を次やっていきましょうね。加水をやることによって脂質がどのように変わるかっていうのをね確認していきましょう。これぐらいかな。まあ当然ながらロックとかね、ソーダ割り、ジントニックとかもね、圧倒的にどれもうまいと思うんですけど、今日はですね、加水ですね。それによってですね、性格、酒の脂質のね、特性が分かってくるのかなっていうことで、これだよな、加水にしました。では、いかがでしょうかね。それぞれ失礼いたします。では、まず、ボンベイですね。加水、どうでしょう。なんていうのかな、ハーブ、スパイス、ハーブ系統、形容しがたいようなですね、そういう複雑なね、植物を感じます。草根木、先ほどのですね、ジュニパーベリーとかレモンピールっていうことではなくてですね、なんていうのかな、香辛料、スパイシーな感じがね、なんか第一優先に来てるような印象ありますね。場合によってはカレーパウダーを彷彿させるような、これ、詳細のね、動画もアップしてるんですけど、その時には感じられなかったような、そういう香りも出てきてますよね。まあ、こういうのはね、やっぱり変わっていくから、面白いもんやね、本当にね。その、オープンした後とね、その、なんだろう、海鮮後と少し時間を置いた後っていうのは変わってくる？そういうふうにちょっと思いますよね。なんていうんだろう、あれですわ。トウモロコシのお菓子みたいな、そういうスナック菓子のような、そういうね、スナック菓子、トウモロコシのお菓子にかかってるパウダーのようなですね、そんな印象もありましたね。飲んでいきます。あ、優しい感じですね。スムースで滑らかに入ってきますわ。滑らかですね。で、心地よいね、ほんわかな、控えめな甘みがね、ずっとついてですね、そしてアルコール感もね、納得できるアルコール感、約20度になりましたからね。ああ、これはスムースにさらっと飲めますね。スイ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 飲んでしまう、まあ、そのような脂質のですね、ロンドンドライジンですね。ああ、これはね、何杯でも飲み飽きないっていう感じですね。では、そうですね、ゴードンですね。ゴードンの43度バージョン。香りはいかがでしょうか。加水してます。これもですね、さっきのミント関係っていうんですかね、ジュニパーベリーの性格を残しつつですね、でもスパイシーですわ、これもですね。非常にスパイシー。なんていうのかな、カレー粉末、カレー粉を彷彿させるようなですね。そしてそこにですね、他に根っこ、土壌、土、腐葉土、ごぼうを抜いた時の根っこの匂いみたいな、そのようなですね、根っこ関係、土関係、それが非常に豊かになりましたね。土関係ですわ、これね。いや、魅力的ですね。加水もね、甘く入ってくるんですけど、何かしら複雑なボタニカル、草根木皮のね、その土っぽいようなですね、懐かしい味わいですね。で、苦味はね、よりなんていうのかな、顕著にあってですね、ただ、いやらしくない苦味ですよね。心地よくて大人の嗜好になりそうなね、そういう苦味がある。それがゴードンですね。ああ、これもいいね。非常にドライです。リファインされたですね、そういう苦味がですね、細く長く楽しむことができるような加水ってことですね。はい、B フィーター47度いきましょうね。失礼いたします。加水です。ああ、
これはさっきと同じで柑橘系統ですわ、レモンピール、オレンジピール、どっちかというとオレンジピールですね。オレンジピール、レモンピール、あとはですね、あのミント系統、ハーブ、あのあれですわ、あのタイガーバームみたいなですね、そういうティーツリーのようなですね、ミンティー、スペアミント、そのようなですね、ペパーミントに、ピールですね、オレンジピール、レモンピールがね、複雑に融合しているような、基本華やかですわ。この、ビーフィーターはやっぱ華やかですよね。そういう印象があります。加水を口に含んでいきましょう。甘い感じ続きますね。心地よい甘さ。しかし途中からですね、速やかにですね、懐かしい苦味、快適な苦味に変化していくっていうね、そんな印象ですよね。いやー、これはあの二面性あるよね。甘く入ってきて最終的にはドライになっていく。それは他の4つのロンドンドライジンも同じなんですけど、その差異がね、大きいっていう風に思いましたよね。で、香りもね、あのシトラス系があったオレンジピール、レモンピールの感じがしてるっていうこともですね、また意外なですね、あのギャップがあるというような、そんな印象のある酒ですよね。面白いわやっぱりね。さて最後タンカレーですね、いかがでしょうか。加水です。これはね、ストレートの時の香りとあまり変わらないですね。いわゆるね、あの一本木があるっていうかね、あの芯が強い、水に負けない、流されない、その時の、情勢とかに流されず、ずっとね、なんだろう、こだわってる。他も当然ながらこだわってるんですけど、味わいに一本通ってるっていうか、芯が強いと思いますね、これね。やはりジュニパーベリーを中心とするような、先ほどのストレートとあまりね、大きな香りの差異はないのかなっていうふうに思いますよね。飲んでいきまーす。加水です。ねっとりした甘さ、それは、しつこくなくてですね、そして、甘みがどっと続いていった後にですね、形式的に徐々に徐々にですね、リファインされた苦味が押し寄せてくるっていう感じですね。決してね、いやらしくなくてですね、納得できる。非常にね、なんだろう、あの今もかたくなに、処方はですね、知ってる人は数名、まあどれもそうかもしれませんけど、そういうふうに言われてるんですけど、非常にですね、こだわりっていうのを感じることができる処方、それによる加水っていう感じしますよね。もう全然負けてないね。水にも負けてない。こういうのをカクテルにするとまだね、面白いね、側面を見せるのかなっていうふうに思いますよね。いやー、どれも面白かったですね。納得できる脂質、面白かった。まあただここでね、あえて一個、なんだろう、今日の私の気分はこれやったなっていうふうに考えるとするとですね、難しいんやけど、ゴードンかな。ゴードン43度、これがなかなかあれですわ、なんていうのかな、ロンドンドライジンの走行目標の、なんちゅうんやろね、その使い方といいますか、用い方が私の、思考にあったっていうふうに思いましたよね。2番目はね、タンカレーですね。まあ前予想ではですね、タンカレーかゴードンのどっちかかなと、優劣ではなくてですね、私が今日の好みっていうのはどっちかかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ、本当はここにボンベイサファイアを入れてアルコール度数47度にするものにしようかなとも思ったんですけど、ボンベイサファイアはいいにちょっと別格な感じがしたのでね、今回はあえて出してなかったんですけどね。ビーフィーターもいいんです。柑橘系統のね、あの魅力的な感じもね、それも悩んだんですけどね。しかし今回はですね、歴史の古さっていうのもそうなんですけど、やはりあのクラシカルな作りっていうことをちょっと頭に入れた場合っていうことも、もしかしたら先入観があったのかもしれませんけどね、まあ、ゴードンかなっていうふうにちょっと思いましたよね。まあ今日はね、楽しく、勉強することもできました。改めてね、私は学ぶことがたくさんできましたよね。この4本のロンドンドライジン、本当にありがとうございました。では今回はロンドンドライジンで乾杯させていただきます。ゴードン43度で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。